メディアを再生する予告編、祖国は戦争に入れりのシーン、祖国は戦争に入れりで踊るマルクス兄弟、我が輩はカモであるわ、1933年のアメリカ合衆国のコメディ映画、レオ・マッケリー監督、マルクス兄弟主演。パラマウント映画によって公開された最後のマルクス兄弟主演作であり、また、マッテー・ゼッポ・マルクス最後の出演映画である。 1990年にアメリカ議会図書館によりアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。1998年に AFI が選出したアメリカ映画ベスト100において本作が85位にランクインしている。フリードニア共和国は財政難にあえぐ中、実力者のティーズデール夫人に援助を求めた。彼女はルーファスを最小にするという条件を出した上で承諾し、 かくしてルーファスは首相になる。だが、強引な手法で、かえって国内に混乱を招く。フリードニア共和国の乗っ取りを企てていた隣国、シルベニアの大使トレンティーノは、夫人に色仕掛けで接近する一方、スパイのチコリーニとピンキーの二人組を送り込む。ルーファスは二人を側近にしたので、混乱に拍車がかかってしまい、ついに、シルベニアと改戦、議会で首相と国民は、 いざ海戦と歌い狂う。ファシズムを痛烈に風刺した内容で、数年後のチャールズ・チャップリンの独裁者やルネクレールの最後の奥一万長者の先駆的な位置にある。ハーポは撮影中にヒトラーの演説がラジオから流れて不快感を抱きながら演じたと証言している。また、イタリアではムッソリーニにより上映が禁止され、 彼らの映画を見て笑ってはならぬとの命令が下された。全体的に政治的な色彩が強いが、マルクス兄弟のナンセンスなギャグが満載で評価が高い。日本ではクレイジーキャッツやドリフターズなど後世のコメディアンに大きな影響を与えた。また、議会での軍部、祖国は戦争に入れりは戦争による国家の狂乱ぶりを表した名場面とされている。 ひたすらナンセンスなわらいと、アナーキーな風刺に徹したために、観客と批評家の理解を得られず、風切り時は不評であった。それまで、破竹の勢いであった、マルクス兄弟のキャリアには大きな痛手となり、パラマウントから MGM に移籍する原因となった。グルーチョは、狂気が過ぎていると述べ、失敗作とみなしている。ありがとうございます。